はい、どうも皆さんこんにちは。ピヨチキチャンネルオープニッシュのピヨタです。さあ今回は東方口寄せやっていきたいと思います。前回ですね、小文字の N までを打っていたので言ったのでね、今回からはですね、今回からというか今回は続きとしてね、小文字の O から、小文字のね Z までを打っていきたいと思います。今回は特にやることがなければそれで終わりですかね。コンプ率 50% 超えたいですね、今回で。ドドン。リカ・プリズム・リバー。プリズム・リバー3姉妹の1人、リリカさんですね。で、次。P。ドドドン。色液。ヤマザナドゥ。M1 衣装水着。M1 衣装水着。 M1 って東方 M1 グランプリの M1 ですかね。で水着、どちらかというとなんかチアリーダー的なもんに見えなくもない。P? まあわかんないですけど、とりあえずね良いものを見させてもらいました。ありがとうございます。はい、ということでね、いきましょう。次、Q。白蓮さんですね。なんで2連続で、なんか、汗かいてるようなやつが出てくるんだか。そこは疑問ですね。なんか、こっちの言ってる発言はおかしいみたいな感じで、あなた、ちょっとそれはないですよ、みたいな。そんな感覚で汗流しちゃってるんですか?ドドン。キリサメマリサ、降臨堂バージョン帽子なしかな。なんかフリフリがいっぱいついてますね。もうなんか、かわいいの一言です。コンプ率も 49%、 いいですね、いい流れっすね。で、次は S。 さあ何が S なのか。ドドン。こんがら武器あり。確かに S っぽい顔ですね。以上。いつの間にこんなキャラ出てきたのか想像できないんですけど、まあ記憶にないんですけど全く。さーて次は T。 ドドドドン。旧作マリサ。へー、旧作のマリサってこんな色だったんですね。なんかもうザ魔法使いみたいな色してますね。紫っていう。へえ、そうだったんだ。旧作のマリサこんな色だったんだ。じゃあ、今 T を打ってったんですのでね、 U 打っていきましょう。もうなんか検索の候補に他の実況者さんの名前が思いっきり出ましたから、そこは気にせずね。ドーン。わかんない、読めない。まあおまけって書いてあるんでね、読めない。適当に読むと怒られるんでね、その場合は読まないという選択肢を僕は取りますので、そこのところはねご容赦ください。ドン。お、コンパクヨーム二刀流かっけえ。すごい、二刀流使えるんだ。これでもう切れないものなどあんまりないとかそういうことは言えないですね。もう私には切れるものしかないぜ、ヒャッハーみたいな。いや、まあそんな性格じゃないんですけど。で次は W。 誰が草を生やすのか。さて鍵山ひな。草生やしたらたたられそう。うわ、とりあえずね次 X。 ドン。姫街道旗当て。下手なことを言うとリス化されそうなので、下手なことは言いません。ダブルスポイラーってなんだろう、いまいちわかんないですね。次 Y。 OK、 いきましょう。ドン。読めないのはスルー。いつの間にかコンプ率が51になってる。じゃあ今回ラストですね、 Z いきましょう。さあ何が出てくるんだ。 Z。 Z でボン。有限魔眼攻撃状態。
おお、すげえ。なんか、ホログラム的なもんなんですかね。すごいな、なんか。へえ、こんなキャラクターもいるんですね。ということでね、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。着々とね、新しいキャラクターが出てきて嬉しいんですけどもね。ちょっとね、問題はね、ここの一番最初の1、2、3、4、5のキャラクターのうちね、3番目しかまだ出てないんですよ。上位台のやつがちょっと見てみたいんで、そこの方もね、早いこと出てきてくれるとなーって思います。では今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。